夜から今朝にかけて県内で火事が相次いでいます。佐伯市と国東市ではそれぞれ遺体が見つかっています。警察と消防によりますと、今日午前0時過ぎ、佐伯市北地で民家が燃えていると消防に通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、木造平屋の住宅1軒が全焼し、2人の遺体が見つかりました。この家には2人が住んでいますが、連絡が取れていません。また今朝、国東市秋町では木造2階建ての住宅が全焼しました。1人の遺体が見つかっていて、この家の住民と連絡が取れていません。警察は身元の確認と出火原因を調べています。この他にも昨夜、竹田市九十町で住宅と倉庫が全焼しました。けが人はいません。現在、県内全域に乾燥注意報が出ています。